tongue-tied midnight. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know, sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh, please see that you're wrong in this. I don't fall in love cause I'm here tonight. I don't wanna say it, but it just feels right. I think the barrel's just about the time. はい、ですね、私の防災リュックですね、ナイフがあります。ちょっと紹介していこうと思います。まず入れ物なんですけどね、これキヤノンのカメラ一眼レフ用のですねカメラバッグなんですけど、もう全く家で使ってないもので、これを使おうかなと。ちょっとこの準備方針についてはですね、前の動画をご覧ください。新しいものはなるべく買わないという前提でやってますので、まあ、家にあった使ってないもの、これカメラバッグですね。でここに入っているのが救急セットですね。はい、それだけです。で全然まだね完成しているような状況ではないんですけど、これ 0.9 リットルの、水筒ですね、アルミ水筒、これ固形燃料を入れるためのね、ケース。洗面料ですね、セリアのやつで 20g、5g、30g、3個、 20g、5個と3個ですね。でこれがブランケット、アルミブランケットで軍手で、まあ、薄いブルーシートにそれをちょっと固定しているゴムのケースっていうぐらいですね。で、下側の容器が、はい、まあ、普段使ってないものを入れているので、こういう平式飯盒と、100均で作ってる、マグのなんかカトラリーみたいなものが入ってます。あ、ここにナイフついてます。ナイフがですね、一番難しいんです。っていうのが、なんていう、軽犯罪法で隠し持ってると、ま、いけないんですね。抵触する恐れがあるんですね。なので隠してはいけないということで、見えるところに出しておかないといけないんです。ということでこんな風にしてます。刃渡りがね6センチ以下で見えるところに置いとけば、まあ、車の中に置いてても問題ないということでこんな風にしてます。はい、で、平式暗号からいきましょう。これはですね、基本的には食事セットですね。なので、こんなものが入ってますけど、これ洗うものですね。その底とか洗いにくいので、こっちでこうヘラで洗ったり、これダイソーのやつです。でこれちっちゃい何でしょう、しゃもじですね。ご飯つくとき熱いの でこれはこういうふうに、焚き火なんかでやるときにここ持ち手になるので便利なっていう持ち手ですね。自分で作ったやつです。でこれが内蓋で、基本食料が入ってます。これはなんだっけ、あれですね、100均ローソンで売ってる、1合米ですね。1合米で無洗米でこう1合ずつパックされてるっていうのがいいので、ちょっと賞味期限ね気をつけないといけませんけど、これだったら、2022年の6月21日ですか、あと1年ぐらい持つということで、精米から、期限まで1年ぐらいあるんですね。まあ、1年以内に使いながら。で、これ、缶詰の類ですね。まあ、今はない野崎のコンビーフ。2022年7月。今はないってあるんですけど、缶のやつが今ないですね。はい。それからこれも缶。2024年の1月。比較的缶のやつってですね、賞味期限長いんでたくさん入ってます。イワシの、オイル漬けですね。これはですね、業務用スーパーで買ったと思います。そして、カレー。まあ、米とカレーでね、いけるというぐらいですね。あとは何も入ってないです。ということで、平式飯盒を使ってなかったです。エヴァニューのやつですけどね、昔の。この中に、全て収まりますので、こういうふうに収めて持ち歩きたいなと。入れとけば、まあ、便利かなと。
というふうに考えております。はい、こんな感じですね。はい、それからこちら、こっちはですね、以前ヤクティブさんの動画で確認参考にさせてもらったんですけど、100均でできるクッカーセット、まあちっちゃいお皿、それからここに、はい、2種類の、こういう蓋付きボールね、まあ出番がね必ずしも毎度あるわけじゃないので、もうこういう感じにしようかなと。でこれは、マッチですね、ここにリンナがついてましてね、ここのリンナのやするところが一番大事なんですけどね、マッチ、それからこれね、ダイソーのよいしょミニベンチ、ベンチとして使うんですけど、ナイフも入ってるんでね、これがね微妙ですね。隠し持ってると言われたら、勾弁できないんですけど、まあ工夫してる点としてはここをね尖らせて針状にしてると、これがとても便利。固く縛ったロープをねほどいたりするときにはこういうですね強い針状のものって絶対いるんですね。はい、ぐらいですね。あとは特に加工してるわけではないかとは思います。ちょっとこの辺薄くしたりしてますけどね、薄く削ってこう何かこうね薄っぺらい隙間に潜り込ませてこう剥ぎ取りといと剥ぎ取りたい時とかに使えるようにしてますけど、まあそれ以外は特に。でライターね、折りたたみなのでここに入ります。なんかジジイさんの真似してね、なんかこう可愛くしてます。でこれは何でしょう、 Amazon で買ったもう全然使ってないので入れてるんですけど、こういう包囲磁石のついた、よいしょファイヤースターターですね。はい、もう分厚いのでね、分厚いじゃない、太いのでね、結構炎が出しやすいんですね。ということで、使ってないから入れてるということです。まあ、マッチとかねライターはねガスとかね本数に限りがあるので、まあ最悪。はい、でしゃもじ的なもの、まあスプーンとしても使えますしね、それから、金属のヘラ的なもの、まあ多分100均よく知ってる方はご存知の通りだと思います。セリアですよね。でお箸、お箸便利ですね。これね、こういうなんかホルダーに入れてます。で、これ一応ね懐中電灯、これアストロプロダクツのやつですけどね、まあ使わないので、で今電池は空です。電池入れっぱなしにするとね液漏れとかあるので、でこうアルカリ電池100均のやつをこうパッケージをねまだ開けないまま入れてます。でクッカークリップ、まあこれもね、何入れてるかっていうと、まあ、こういうふうに持ってね使いたいということが生じるので入れてます。まあ、なくてもいいんでしょうけどね、使ってなくて余ってて、まああった方が役立ちそうなので入りそうだったら入れてます。なんでしょう、塩と胡椒ですね、なんかどっかで見覚えありますけど。で笛ですなんかね笛重要みたいですよ。読んだ本の中によると声でね大声上げてはいけないんですね。なんでかというと体力を消耗するから、だから笛なんですね。これ重要です。そして 450ml のこれダイソーのマグですね。まあ飲むだけじゃなくてここで湯を沸かしたりするときにも450あるとね、ちっちゃめのラーメンとかだったらこれでいけますし、とても気に入ってます。はい、もう使い込んでますね。皮はねこれこういうホルダーをねなんか糸をほどいてここに縫い付けてるとか巻きつけてるだけなんですけど、まあ、これがあるとね便利です。熱くないので。はい、ということで、こちらも作りました。はい、ということで、まあ、こんなにいっぱい入るんだなと、まあ、改めてびっくりするんですけど、まあ上手にっていうか別にスタッキング上手じゃないんですけど、やれば入るという感じで入れてますね。はい、ということです。よいしょ、こんな感じかな、こんな感じかな。まあここは開かなければいいということで、
まあ、あ、これ紹介してないですね。これ救急セット、やっぱね、救急セット大事ですよね。これ私が好きなパイロール、傷薬、まあ、消毒とかを兼ねてます。やけどにもね、軽いやけどならいけますので、まあ、火災とかね、そういう時、やけど、ひび、なんか赤木で日焼けとか書いてますけどね、まあ、主に切り傷対策です。これすごく効きます。私はですね、好きです。あのオロナインとかよりも好きなので入れてます。これね、何も入れてないんです。何入れるかちょっと分かんない。でワセリンですね。ワセリンってご存知でしょうか。大抵の軟膏はですね、ワセリンが主成分じゃないかなと私は思ってるんですけど、ワセリン自体はですね、あの植物の、まあ、樹液から取る、まあ、樹液、からできるものだと違いますね。石油ですね。石油を生成してできるものですね。まあ、一応石油ってもともとが植物ですから、自然の生成物なんですけど、その要は薬品としての効果はないんですが、水を遮断、傷口に塗ることで水を遮断したり、あとこう皮膚からの、あの蒸発する水分を防ぎますので、なんかこう皮膚がね、傷んだ時に薬塗るとね、必ず副作用があるんですね。あのこれも仕方ないんですけど、したがってその副作用がないその保湿成分としてはワセリン、これが私は結構万能だと思ってますので、あの大量に買ってるんですけど、まあ、それをね、小分けにしてこうやって入れてます。ちょっと蓋が固くならないようにね、緩めに締めてます。で消毒薬、ちっちゃめのマキロ、はい、こんだけじゃ足りないかもしれませんけどね。あとハサミ、はい、なんかね、ハサミはね、なんか爪のあのなんてささくれ切ったり、ささくれはあの爪切りでいいのか、爪切りですね、はい、爪切り、何かと便利ですよね。ちっちゃい棒です。まあ、これワセリンを取ったりするときに指で取っちゃうと指 の, 殺菌あの雑菌がワセリンについちゃって中で繁殖しますんでね。まあこういうパイロールも一緒なんですけど、あと、これは痛み止めっていうか、解熱剤というか、昔アスピリンをね、緊急避難セットにやりましょうっていうのあったと思うんですけど、今はあのロキソニン、私の体質的にはロキソニン、まあ鎮痛解熱剤ですね。あのドラッグストアじゃなくてコンビニとかで売ってるようなロキソニンです。はい、あとはまあ耳栓あった方がいいかなと思っちゃいます。それから安全ピンはですね、まあ、針としての役割、ただ針そのまま入れとくとね、切っちゃうといけないので安全ピンで、クリップ、まあ針金として使うことがあり得ると思います。それからなんかこうちょっとしたね、細い、プラスチック製の細いものと、まあこれ糸ようじですけど、糸ようじとして使うことは多分ないんですけどね。これも同じです。これもあの歯間ブラシですけど、毛がついてる細いもの、なんかこう細いものとかね、ちっちゃい穴にね、何かをしないといけない時って指でできないじゃないですか。まあ、そういう時にね、すごいストレスたまるんで。でこれ、袋入りの綿棒の反対側がね、あの耳かきみたいになってるやつです。はい、あとは、滅菌ガーゼが3つ、ね、普段使わないので、まあ、あの衛生上こういう、密封されたパック入り、それからケアリーブ、あの絆創膏ですね。まあ種類がいくつかありますけど、1個ずつですね、各サイズを入れておけばいいかなというふうに思います。はい、ということで、これちっちゃいね、セリアのツールズっていうケース、ちっちゃい割にはたくさん入るじゃん、もうパンパンですけどね、中で動かないぐらい入ってますけど、ということでいいかなと思います。あと最後が靴ですね。これも新しく買わずに、使ってなかったけど、割と頑丈でこう厚底でゴムのね、滑らない、まあ、登山用でもないんですけど、まあ、ちょっとしたねトレッキングなんかに使える靴、まあ、こういうものを、車に普段から積んでおきたいかなというふうに思います。
火器についてはですね、まあ、コンパクトで私が持っているものっていうと、左側 あのポケットストーブと右側の小型のウッドストーブ、組み立て式のものだったんですけど、まあ、主たる燃料が、まあ、落ちてる、落ち葉とか、小枝とか、まあ、松かさになると思いますので、まあ、木を燃やした時に、でやっぱり湯を沸かして飲むっていうのは寒い場合はとてもですね、大事になると思うので、その体温が下がって、死んでしまうということをね、防ぐためにも、まあ一応ちゃんとね、実験して確認して、決めようと思いました。やはりこう見ると左側のポケットストーブは本来固形燃料とか小型のアルコールストーブで使うものなので、右側のウッドストーブ系の方がですね、多少横風が吹いても、まあ、防風効果のようなものもありますし、いいかなと思いまして、まあ、右側のものを携帯しておこうと思いました。あとはですね、ヘッドライト、これペツル のものをうまく模倣した中華なんですけど、まあ、とっても安定しているので、これを入れておこうと思います。それから携帯タオルもですね、テックタオルとかいいんですけど、まあ、今回あえて持ってないので買わないということで、それに近いものを家にあったタオルと100均のケースで作ってみました。あとラジオもですね、うちにあったちょっといろいろ取っ手が折れたりはしてるんですけど、まあ、この手回しのやつなんかAM なってますけど、意外とね NHK がねどこなのか分かんなくてね、探すの困りましたけどね、H を動くことを確認したので、これで OK かなと思います。Sometimes you gotta let go, 'cause I gotta let you go.